こういった変数ですね、これはね。これらのね、変数の大きさ何バイトなのかと。はい、これはこのようにします。サイズオブ CH、サイズオブ I、サイズオブ D。括弧がついてないでしょ。括弧がつくのは型の名前を書くときだけなんですね。変数の大きさを知りたい場合は括弧はいりません。じゃあ、いろんなパターンで試してみますか。サイズオブ、変数名ですよね。そしたら、2と i でしょ？ i。はい、この場合どうですか？あ、4。4って出ましたね。アンサインドイントって出てますが、これ32ビットだからです。64ビットに切り替えましたら、4UI64。こんな感じですね。はい、それで、ポインターについてもやってみようかな。インとポインターですよ。アスタリスク書きましたよ。さて、どうでしょう。8ってなったでしょ。アスタリスク取りますよ。はい、4。ポインターですと、64ビット版ですからね、今ね。そうしますと、8バイト。で、ポインターじゃないイント、この場合は4バイトなんですよ、と。で、ポインターっていうのは、ちょっといろいろ書いてみようかな。ボイドポインター PV、 キャラクターポインター PCH、 ショートポインター PS、 ロングポインター PL、 あとなんだ、ロングポインター PLL とね。こんな感じで、サイズオブ PV いくらですか？ 8 です。まあ、これ何にしろ8です。 PS でもね、 PLL でもですよ。何かのポインターであれば、8バイトなんですよ。ただ、サイズオブアスタリスク PS にしましょうか。ショートですよね、これね。はい、2です。アスタリスク書くと、このポインターの先にあるデータですね、これ。そのサイズはいくらでしょうか？2ですね。ショート型のデータを指してる。そういうポインターですから。PCH でしたら1ですよ。PLL にしましょうか。ロング、8バイト。で、PV だとどうでしょうか、これ。エラーですね。ボイドアスタリスク、これは、何のポインターっていうあれじゃなくて、その先に何が入ってるかっていうのは、わからない。そういうポインターです、ボイドアスタリスクっていうのは。ですから、アスタリスクを使って、その中に入ってるデータの大きさ、それは無理なんで、それはエラーになっちゃう。同様にですね、サイズオブ、カッコ、ストラクト、バツバツバツ、アスタリスク、はい。これは8です。ポインターですからね。だけど、このポインターのアスタリスク取りますよ。これダメでしょ。ね。それから変数にしましょうか。ストラクト、バツバツバツ、PX にしましょうかね。PX のサイズは大丈夫です。8です。だけど、アスタリスク PX のサイズってダメでしょ。いや、これわかんないから。これを定義すればいいですよ。ストラクト、バツバツバツは、じゃあ、イント A、イント B って、こういうことならいいですよ。サイズオブのアスタリスク PX は8です。イント2個ですから。これ、後でも構いません。別に。そういうことはあまり問題じゃない。8です。はい。配列もやってみようかな。キャラクター A256。はい。サイズオブ A。当然ね、256ですよ。
256バイトです。じゃあ、ショートの B256、サイズ B、これいくらですか ?512 です。ショートが2バイトですからね。2×256 だから512と、こういうわけです。じゃあ、これ、サイズオブ、アスタリスクつけちゃったらどうなるんですか ?2 ですね。アスタリスクというのは、要するに、こうです。0番目の要素という意味です、これ。まあ、何番目の要素でも関係ないんだけど、要素1個ですから、その大きさですので、2です。ショート型ですからね。これも2です。アスタリスクがつくと、そういう意味になりますね。ここからちょっと難しいお話をしますよ。ポインターなんですけれども、ショート、ポインター、256。ちょっと変わってるでしょ、これ。ショート型256個の配列を指すポインターです。ですから、P イコール B、このように書けます。ちょっと分かりにくいかもしれないけど、あんまり、なんていうかな、使わないので、難しすぎると思われた方は覚えなくてもいいですよ。あ、そういうのもあるのかって難しいから今回はあんまり深入りしないでおこうってことでも構いません。サイズオブ P、 はい、これいくらでしょうか。どうでしょうね。512、なぜかショート型256個の要素を持つ配列を指すポインターです。そのポインターにアスタリスクを適用すれば、ショート型256個の要素を持つ配列ですからね。だからサイズは512となるというわけです。まあ、ちょっとこれ難しい。